こんにちは、武者リサーチです。本日のテーマはなおも続く強気相場になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は前回に引き続き株価についてお話を伺います。前回の動画では SP500 は年前半 25% 下落した後、2ヶ月で 18% 上昇して半値戻しを達成したので、下落はそろそろ終わって強気相場とのことでしたが、その後ここ1週間で 7% 下がってしまいましたね。こうなりますとまた暴落という人が増えてきましたが、武者リサーチはこの先どう見ますか？基本的には株価の回復基調は続くというふうに見ていいと思うんですね。大きく2つ主張したいと思います。1つはアメリカ株は今年の6月の安値で大底をつけたと。で、相場には半値戻しは前値戻しという格言があります。すでにアメリカの SP は半値を戻してますから、ジグザグはあってもこの先さらに上昇を続けると見ていいと思いますね。2つ目にですね、日本株はもっと情勢は明るいと思います。そういう意味で株価はこれから先大いに期待できるというように考えてます。アメリカに住んでいる人は物価が上がって大変だと言っていますけれども、この先インフレはどうなりますか？先日8月26日 FRB のパウエル議長はジャクソンホールでインフレ抑制優先、金融引き締め必要と高波姿勢を強調しましたね。そうですね、もちろんジグザグはあります。しかし非常に大きな基本線はインフレはもうすでにピークアウトしつつあると。そして金融引き締めもおそらくもう8合目まで来ていると思います。したがってこの先金融引き締めはいよいよ一巡してくる、そして来年には金融緩和が視野に入ってくるという意味でですね、一番インフレの厳しい局面は終わったと見ていいと思うんですね。で、ここにありますのはアメリカの物価連動債を使った期待インフレ率ですけれども、一番インフレの期待が高かった3月時点では、例えば2年先にはインフレは 5% 近く上昇すると見ていたわけですよね。ところがこれが大きく下がって今や 2% 台まで低下をしています。もちろんガソリンの値段もだいぶ下がってきました。小麦の値段は大幅に上昇したその出発点にほぼ戻ってますというように、さまざまな物価指数がすでにピークアウトしてますけれども、金融市場でも物価のピークアウトということをこのように織り込んでるわけですね。という点から株価に関してもですね、インフレ金融引き締めで一番厳しい恐怖を呼ぶような時代はほぼ過ぎつつあると言っていいと思うんですね。ここにありますのが SP500 ですけれども、もうすでにその多くの人々が恐怖に苛まれて株を売った時代は終わったというように見てよろしいと思うんですね。それでは日本株について伺います。日本株は1000円くらい下げましたね。武者リサーチは日本株の投資チャンスが来ていると主張していますが、なぜですか？日本の株式は今年だけを取ってみますとアメリカの株よりももっとパフォーマンスいいんですよね。そして底値をつけた時期は3月でですね、アメリカの株は6月に底値をつけたので、いち早く先に底入れをしたっていう感じになってますね。で、ここにありますのはチャートなんですけれども、ご覧のようにですね、昨年は3月と9月に3万円台で高値をつけた後、約1年間にわたる下落トレンドに入ってたわけですよね。ところが今年に入ってずっと下値を切り上げ、この三角持ち合いを上抜けをした状況にあるんですね。つまり日本株はアメリカの株式よりもはるかにチャートパターンがいいということが言えると思います。で、なぜ日本株のパフォーマンスが今良くなってきているのかということなんですけれども、2つぐらい理由が挙げられます。1つは2023年にかけて日本の経済の見通しが先進国では一番明るいということなんですね。ここにありますのは7月に IMF が発表しました2023年の経済見通しですけど、
世界全体が 2.9、 先進国はアメリカが 1.0、 そしてユーロ圏が 1.2 に対して日本は 1.7 ということで、先進国の中では日本の経済の成長見通しが一番いいわけですよね。おそらく2023年は世界の中で日本が注目される年になると思います。理由は2つぐらい挙げられます。1つはアメリカやヨーロッパはかなり厳しい金融引き締めをしてます。しかし日銀は金融引き締め全くしてませんよね。ということによって金融から受けるその経済の恩恵というのが日本にはむしろ期待できるということがありますね。で、2つ目にやはりコロナの時点でですね、日本は過剰な自粛をして経済が大きく圧迫されました。コロナが終わるとそこからの反発が大きくなると思うんですね。まあ、リベンジ消費などもこれから期待できます。まあ、ということによってですね、2023年はむしろ日本の年だと言っていいと思うんですね。そしてまたもう一つ挙げられるのが、今の日本の経済と日本の市場に大きなマグマが蓄積されているっていうことなんですね。マグマっていうのは一言で言うと価格差と言っていいと思います。価格差っていうのは何と何の価格差ですか？まあ、一言で言うとですね、二つあると思うんですけれども、一つは日本の物価とそれから海外の物価との物価差、これが非常に大きく開いているということなんですね。二つ目の価格差は株式と債券の価格差が大きく開いているということです。で、大きく価格差が開いているということは、言ってみれば水を流す際の高低差が非常に大きいということですから、その高低差によってですね、大きな激流が起きますよね。今の日本には価格差が大きいので大きな激流が起きる寸前にあるというふうに言っていいと思うんですね。今日本は海外に比べて物が安いと言われていますけれども、はい、日本の物価も徐々に上がってきて、もっと上がってしまいますか？まだこれからだと思いますね。おそらくこれから何が起こるかということを申し上げたいと思うんですね。今の日本の物価は、まあ、主要先進国では最低、むしろ新興国よりも安いという状況が起こってますね。まあ、ここにありますのは皆さんおなじみのビッグマックなんですけれども、ビッグマック今から30数年前の1990年、世界のビッグマック一番値段が高いのが日本だったんですね。当時380円でした。これが今いくらかというと、日本は相変わらずほぼ変わらない390円なんですね。ところが今から30年前、アメリカのビッグマックは350円だったんですけど、今や780円、オーストラリアは280円が610円と2倍以上になってます。ということで日本のビッグマックは今や先進国の中では最低なんですね。しかし先進国ではなくとも、例えば韓国、中国は520円ですから、それよりも安い。なんとベトナムが410円ですから、それよりも安い。つまり日本の物価は世界の中でもう最低水準まで下がったってことですよね。ということは何を意味するかというと、日本の企業のコストがものすごく安くなったということですね。で、こういうことがこちらの、実質実効為替レートから見ても明らかなんですね。この実質実効為替レートというのはややテクニカルな技術的なその指標ですから、説明しないと何のことかよくわからないと思うんですが、一言で言えば日本の物価の相対的な割高さ、割安さを示す指標です。一番日本の物価が高かった1995年は150だったんですね。それが今もう60を切ってます。つまりここその30年足らずで日本の物価は世界の平均に対して3分の1近い値下がりをしたということになりますね。これだけ日本の物価が安いということは何が起こるかというと、安い日本に向かって人々が物を買いに来るということがこれから怒涛のように起ころうとしているということなんですよね。おもてなしでインバウンドが増えているのかと思ったら、はい、物が安いから大勢海外の旅行者が増えているというの
お話ありましたよね。そうですね。この大きな価格差が次の大変化を引き起こすとのことなんですけれども、はい、何かがきっかけになって変化が起こるのですか？それはですね、まあ、おそらくコロナが終わって、人々が自由に行き来するとですね、一気に日本に観光客が殺到すると思うんですね。まあ、先ほどご覧いただいたようにとにかく日本の物価が安いわけですから、日本に旅行するコストはですね、他の国よりもはるかに安い。世界の人々が日本に殺到すると思います。それとともに今起こっているのはいわゆる越境 e コマースということなんですね。コロナがあったとしてもですね、いわゆるネット上で日本から物を買うことはできますよね。したがって非常に日本の安いものをまあ、そのオークションに出してですね、そこで海外の人々に売りさばくという越境 e コマースというビジネスがかなり一般化してますね。それで一般の人々もかなり利益を上げているということが言われていると思います。加えて日本のですね、企業がコストが安くなって価格競争力が強くなり、海外で作っているものを日本の国内生産に戻そうという動きも出ていると思いますね。というようなことから日本国内の設備投資がかなり活発化し始めています。ここにありますのは政策投資銀行がこのほど発表した設備投資の見通しなんですけれども、2022年の設備投資の見通しはなんと全産業で 26.8% ということで、過去30年間で最も高い伸びになっているんですね。やはり企業の投資はこれまでずっと海外投資主体でした。ところがここに来て企業の投資は海外よりも国内に重点を置くというように変わってきているのが、この政策投資銀行の設備投資調査でも明らかなんですね。一体どのような産業がそんなに設備投資を増やしているのかというと、まあ、一番増やしているのはシリコンウェファー主体の非鉄金属です。それから機械、あるいは半導体中心のエレクトロニクス、電気機械などの設備投資も非常に大きく、まあ、計画されています。そしてもう一つ大きいのが、まあ、化学製品ですね。ハイテクケミカル、これは日本が非常に競争力の強い分野ですけど、このようなですね、製造業の競争力の強いところの設備投資計画が大きく増えようとしているというのが今年の大きな特徴ですね。もう一つの特徴は不動産投資なんです。なぜ不動産投資がこんなに増えているか、一つの大きな理由は外国人が安くなった日本の不動産を買いにどっと入ってきてるんですね。ということで不動産の需給が締まり、不動産投資が増えているということもあります。このように日本の投資が製造業においても非製造業の不動産においても増えているということの背景にあるのが、この安くなった日本を買いに来るという動きなんですね。まあ、このようにこう考えますと、その価格差が大きいということによって日本に需要がどんどん増えてきて、それが日本の景気を押し上げようとしているということがお分かりになると思うんですね。こうして伺いますと景気が良くなる材料たくさんありますね。そうですね。でもう一つのですね、価格差がその大きいのは、その債券とそして株価の価格差なんですね。日本の債券は著しく高いんです。しかし日本の株価は著しく安いんです。というこの債券と株の価格差の大きさを示すものがこのグラフなんですね。債券の価格差というのはどういうことか、債券の価格というのはどういうことかというと 0.2% の国債の利回りということですよね。つまり国債に投資しても 0.2% しかリターンがないほど日本の債券は割高なんですね。では株を買えばどれだけのリターンがあるかというと、益回りで 8% ということですから、著しく大きなリターンギャップがあります。このリターンギャップは取りも直さず、株が著しく安くて債券が著しく高い状態にあるということを示しています。この債券と株の、まあ、リターンギャップ、価格差を過去に振り返ってみても、これほど価格差が大きいことってかつてなかったことなんですね。この下にありますのはアメリカで見た債券と株の
まあ、価格差なんですけれども、アメリカで振り返ってもですね、こんなに債券と株のリターンの差が今の日本ほどあったことっていうのは、大恐慌直後のアメリカ、今から80年ぐらい前のアメリカにしかなかったことなんですね。ということから見て、今の日本の株式が著しく割安だってことが分かりますよね。まあ、このような割安な株に向けて資金がどっと入ってこようとしているということが言えると思うんですね。岸田政権の資産所得倍増計画もありますし、債券から株へという動きが早く出てくるといいですね。そうですね。おそらくウォーレン・バフェットが日本の安い金利で資金を調達して、そして非常に高いリターンのある日本の商社株を買ったのが今から2年前のことですよね。ウォーレン・バフェットはそれで資産を一気に2倍に増やしたということが言われています。やはり同様の投資がこれから大きく起こると思うんですね。まあ、そのようにこう考えますと、来年日本の景気がいいということだけではなくて、日本の資産が著しく相対的に魅力になっているということが言えると思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。